アロハこんにちは、アロハチック天国です。はい、今日はですね、ちょっと一人でサクッともう短時間でコストコ行ってきました。もうフードコートにも寄らず、本当に欲しいものだけシャシャシャっと買ってきました。シャシャシャっていうか、はい、でこんな短いです、レシートも紹介するほどでもないかもしれないんですけど、ちょっと久しぶりに買ったものもあるのでご紹介したいと思います。ですね、チャチャチャっていきますね。あ、これはまあそんないつも買ってますけど、結構香り高いんですけど、ですね、もうすぐ息子の誕生日なので、まあ息子の好きなものが多いかもしれないけど、このマフィンですね。この2パック選べて、2パックで798円かな。はい、これで、これいつものね、チョコ、息子が一番食べるチョコですね。あといつも大体ブルーベリーなんですけど、もう一つはなんかちょっと初めて見たので、今回フレンチトーストマフィンっていうのを初めて見ましたので、フレンチトーストマフィンっていうのを買ってみました。あれ見えてる？キャラメルっぽい感じのソースはどういうことみたいな感じなんだけど、ちょっと食べたらね、ここ文字で感想を書こうと思いますね。今ちょっと食べる理由が時間的にないのですいません。はい、そしてデレン、これはハインツの、これハインツのトマトケチャップですね。それでこれね、結構昔買ってたんですけど、このボトルが結構大きすぎて冷蔵庫に入らない的な感じで、一時というか、まあ、だいぶ久しぶりなんですけど買ったんですけど、これオーガニックになってるんだけど、オーガニックだったかなっていう感じ、今まで前の時もうすっごい前もうにこのデカボトルをよく買ってたんですね。で、私今回はちょっとマヨネーズが今なんかダブってしまって2本ぐらいあるので買わなかったんですけど、ベストフーズのこう今瓶なんですけど、前プラスチックっぽい容器にこうボトルに入ってるんですよね、アメリカのマヨネーズって。でそれがね、マイルドで美味しいんですよ。酸っぱくないの、あんまり。それをよく買ってたんですけど、でそれもやっぱりこの脇のポケットとかに入らない大きさだったんですよ。だからもうやめちゃってたんですけど、久しぶりに食べたいなと思って思いつつ、ただ今ちょっと在庫があるので、これが終わったらちょっと次チャレンジしたいな、久しぶりにみたいな感じではあるんですけど、でこれは話がそれましたけど、これは必要に迫られて、ですね、今ね娘がね、よくね一人でお腹が空いた時に学校から帰ってきて私がいなかったりすると、夕飯までの間にちょこっと食べたいじゃないですか、お腹空いて。それに何だっけな、マグカップにご飯を入れて、ケチャップを入れて、とろけるチーズを入れて、生卵を割って、ちょっと順番わかんないんですけど、なんかよくやってるんですよ自分で。それなんか多分ネットとかで見たんだと思うんですけど、それをぐちゅぐちゅぐちゅっと混ぜてレンジでチンして、なんて言うんだろう、マグカップオムライスみたいなのを食べるんですよ、すごい。でものすごいね、これがなくなる、結構見てるとね、結構入れるんですよ。ケチャップがね、ものすごい勢いで減るんですよ、普通のねスーパーで買うような大きさのだと。もうあれ先週買わなかったみたいな感じで、だからちょっともう思い切って久しぶりに、このハインツのボトルも可愛いしね、ちょっと扱いにくいんだけど、でかすぎて。これのね、俺小さいお店とかでよくもっとちっちゃいタイプのあるじゃないですか。私クアアイナでね働いてた時、これのまさにこのもっとちっちゃいボトルのね、普通の家庭に置いてあるようなボトルのがあったんですけど、あのサイズが欲しいんですよね。もう詰め替えたいぐらい可愛いですよね。そうで、あっという間になくなるから、これぐらいあってもいいかなと思って、1個が 1.25kg、1.25 1247g ってなってるけど、が2本だもんね。そうそう、だから 2.5kg、 そうだよね、1.25、 2.5kg です。
2.5 キロで1380円です。ちょっと昔の価格とかが多分オーガニックじゃなかったような気はするんだけど、昔の価格とかがちょっとわからないんだけど、もうね、昔すぎてね、久しぶりすぎて買ったのが、あとちょっとだからチーズもすごいなくなるのだからこれを思い切ってナチュラルチーズ買ってきました。マーブルシュレッドチーズ、何チーズなんだろうっていうのがわからない。ナチュラルチーズって書いてあるね。チーズ と、ケチャップがとにかくなくなるんです最近すごい。でまあチーズはうち結構子供たち何でも入れ、カレーにも入れたいし、なんだろうな、まあトーストとかでもねチーズ使ったりもするし、チーズ大好きなんですよね結構ね。だからまあ、あったらなくなるみたいな感じ。1キロで848円、安いですよね、絶対安い。これはちょっとお味とかが分かんないけどね。そしてあとこれだ、これを買いに行ったんですよね、ぶっちゃけね。この間久しぶりに買ったんですけど、この間もいくらだったっけな、今回2138円、また安くなった。この間も一緒だったかな、ちょっと見返してないのであれですけど、ミックスチーズね、あのノンソルトのやつですね、無塩のやつです。そしてこれはもう今日の夕飯にしちゃおうと思った、ペストジェノベーゼペンネ、バジルですね、ジェノベーゼ、バジル大好きなので、あのバジルパスタはみんな食べれるので、エナはちょっとわかんないけど、あのでモッツァレラチーズがまたね、この間のあれみたいにピザみたいに乗ってるので、ちょっと美味しそうと思って。誕生日が近いので、あの子のり塩が大好きなんですよ一番。それで普段買わないんだけど、なんかね、さらにね、のり塩だけが安かったの。コンソメと薄塩よりもこの量でね548円の120円引きだから428円、この量でめっちゃ安いよね。ね、いつも買ってないの買ってみようと思って、ハワイのじゃなくて、これもね多分だからハードバイトって書いてあるから硬いのかな。ね、だからあのアメリカのって硬いのいいよね、なんかあのハワイアンのやつ、なんだっけ名前忘れちゃった、あの紫のね、あれも大好きなんだけど、あれ系かな。でもこれカナダのね、カナダの確かどっかに各国がねあったよね。これとこれね2種類あったんだけど、味がこれはコンソメにしました。これはね、あのうちの旦那はコンソメが好きなので、じゃあこっちはコンソメにしようと思う。ハードバイトコンソメチップス698円、これはね 625g、 でも多分重さ的にはこっちの方が重い感じはする。 500g だこれね、うん、あの硬いからだろうっていう。でね、一応ね今回これだけ、ですか、収穫だから、ちょっとせっかくなのでだからってことないけど、ちょっとやばい時間が、食べてみようかな、開けちゃったなんかまあ今週はもうパーティーだからね、よくわかんないけど、こんな感じ。コンソメの匂い、あーやっぱりなんかほら、あのハワイアンチップスと似た感じ、硬い感じ。あ、でもそれよりは硬くないかも、少し。うん、うん、でも美味しい。でもね、コンソメ、普通の日本のコンソメチップスよりコンソメ感は薄いかも、ちょびっとね、ほんのりコンソメ。あ、でも美味しい。うん、あ、でも食感はすごい似てます、あのなんだっけ、ハワイアン、名前が出てこないけど、うん、コストコにねよく売ってるやつ、あれと似てます、食感はそっくり。こんな感じなので、なんと1万円いっておりません。今日はフードコートも揺らずサクサクっと帰ってきました。7570円、コストコ購入品でした。これがちょうど空いていたので、
もらってきちゃいました。なんかね、昔はこれが争奪戦だったんですよ。もう10年ぐらい前だけど、棚のとこにね入れて引き出し代わりに使ってるんですけど、今でももうボロボロなんですけど捨てられないんですよね、なんかね、スタバのね。はい、それでもね、このなんだっけ、うちドルチェグストがないので買わなかったんですけど、そのドルチェグストのこのなんていうの、あのポーションっていうか、あれがセットになってて、マグカップが、スタバのマグカップが、まあ、それ専用のだと思うんですけど、ネスレで出してるやつだと思うんですけど、スタバのマグカップがセットになってるのとかもねあって、本当はねちょっと前に出てたタンブラーのが欲しかったんですけども、それはどこにも跡形もなく、そんな感じでございました。今回は動画にするほどじゃないかもしれないけど、少なめのお買い物でございました。よかったらこのポテトチップス、結構あのハワイアンなんとかよりも量が少ないと思うので、この袋の大きさが全然ちっちゃいと思うので、もしあれが好きな方で、あれだと多すぎるっていう方はいいかもしれない、うん、と思います。はい、ではでは、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。